二人目が生まれて、上の子に寂しい思いをさせていないか、ヒステリックに怒っていないか、と悩んでた時、一緒に気晴らしに近所を散歩してみた。畑仕事してるおじさんに、上の子が自分から挨拶をした。その畑に咲いてるお花をお母さんにあげたいから、一つください。って頼んでる姿に感動。花を渡しに来てくれたおじさんが、あんた、若いのに上手に子育てしとるな。この子が挨拶できるのも、花をあげたいと思うのも、あんたのしつけが良くて、愛情がこの子に伝わっとるからや。って言ってくれた。おじさんの言葉に、思わず泣いてしまった。